新潟県は、ほとんどが水田地帯です。そういう中で、コシヒカリという日本でも特に美味しいと言われる米を作るに非常に適した土地と水を持っています。我々は、今まで個人の小さい農家の経営だったんですが、共同で、なんですかね、面積を拡大して、取り組んでお米を売っていこうという発想から、22年前に組織を作りました。で、日本では米の生産調整という問題があります。それで、かなり苦労したんですが、幸い台湾および香港へ米が順調に売れ始めました。で、国内じゃなくて海外に売る分は生産調整とカウントしてもらえますので、非常にそういった点では、有利な販売ができています。国内でなかなか販売が厳しくなっているという中のやっぱ選択肢の一つとして、特に日本で米が余りつつ MA で輸入しなくちゃいけない、押されっぱなしでいいのか、どっかで押していこうという気持ちがちょっとあったんですね。それでむしろ海外で評価されたのは日本に逆輸入されてくるというのにも期待をしました。で、海外で評価された日本のコシヒカリ、日本の米、やっぱりいいんだなと、日本のみんなが改めて気づけば消費が伸びていくんじゃないか。砂漠で水をいっぱいやったからって言って美味しいコシヒカリはできないと思います。これはやっぱり水と土地は気候よりも大事なんじゃないでしょうかね。コシヒカリを含めた新潟の米は水稲って水の稲って書くんですね。丘の稲じゃないんです。だから水が命で、雪が降った飯豊連峰から溶けた、もう一つ長野の山から溶けた水が信濃川と阿賀野川になって流れて、その水のおかげで美味しいコシヒカリができると私は確信をしています。私は30代の頃から将来は規模を拡大して人を雇用して、そして自分で作ったものは自分で生産して加工して、それを自分で販売するという、そういう夢が持ってきました。57歳の時やっとその夢が実現しまして、今ちょうど10年経っております。食の安全性が今日本では一番大きな問題になっております。絶対その農家は安全で美味しくて、もう消費者の健康を考えたものを作っていって、最後はやっぱりその農家が日本の消費者から信頼される、そういうやはりものを一生懸命作っていくべきだと思っておりますし、中国の餃子問題からどこの全国的には地産地消でやってるところがすごく売り上げ伸びてるのは、やっぱり私はその結果だと思っています。